部長は。あ、いました。なんか違うんだよな。だけど何が。西園さやかさん、ちょっといいですか。あ、あなたは。ミステリー研究会部長、天沢です。今日は西園さんにちょっとお話を伺いたくて。え、ミスケン。ミスケンが何のようですか。うちで事件なんて起こってませんけど。そう警戒しないでください。今日はダンス部に素敵な方を紹介しに来たんですから。素敵な方。ダンス部顧問の先生が体調を崩して最近来られていないそうですね。そうなんです。原因不明の体調不良で2週間に一度来ればいいくらいです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。はい、コンテストが近いのに。ちょうど今もそのことで悩んでいて。そうでしたか。でしたら好都合。え、あの天沢先輩、確かに困ってますけど。この人は八神さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です。なるかもしれない人。それはともかくとして、八神さんはダンスのことも多少わかるようでして、アドバイスをしてくれるそうです。は？なんでそうなる。俺はダンスなんてやったこと。本当ですか。助かります。さっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。もしかしてプロの人ですか。え、プロ。やっぱそうですよね。捨てる神あれば拾う神ありってこのことです。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや待った、いろいろと誤解を。八神さん、探偵たるもの時としてライヘンバッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。違いますか。は？あのいいですかね。今次のコンテストの練習してるんですけど、振り付けがなんかこうしっくりこなくて。みんなもうリズムもつかんで振り付けも覚えて、あとはコンテストに挑むだけではあるんですけど、何か決定的な何かが足りないなと思ってて。でもそれが何かわからないんです。コンテストまでもう時間もないし本当に焦ってて、あと少し、ほんのもう少しだと思うんです。は、あの八神さん、私たちのダンスどう思います。何か足りないなと思っているんですが。いやそう言われてもな。観察力、探偵としての基本スキルですよね。え、ここはズバッと指摘してあげてください。当然できますよね。インパクトが足りないんじゃないかな。インパクトですか。ああ、ユニゾンもうまくいってるし振り付けもバッチリ身についてる。ただなんていうか、記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよね。なるほど、確かにそうかもしれません。全体的に無難にまとまりすぎてるんですよね。ただちょっとアイデアが出尽くしてまして。八神さん、なんかいいアイデアないですか。え、インパクトのある動きといえば
そうだな。カンフーの動きを取り入れてみたら。え、カンフーですか？ああ、カンフーなら派手な動きが多いし、意外とダンスに向いてるかも。確かにカンフーはありかも。実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし。でも私たちカンフーの動きなんてわからないですよ。それなら俺一応カンフーできるけど。え、そうなんですか？まあほとんど自己流だけどね。派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか？まあいいけど。やった！じゃあ早速見本を見せてくれますか？踊ってみてください。え、踊る？俺が？もちろんです。カンフーの動作だけならネットで見れますし、それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですから、ぜひそこは専門家の矢上さんに。いやカンフーはできるけどさ、踊れとなると俺素人だし。そうですか。踊れないんですか。矢上さん、できないなら今回の話はなかったことに。おまわりさんの番号は。待った。ん？わかった、とりあえずやってみるよ。ダンスなんて初めてだからうまくやれるかわからないけど。はい、よろしくお願いします。それじゃあ矢上さん、サビのところまで30秒間、私たちが考えた振り付けをお教えしますので、矢上さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカンフーで。ああ、わかったよ。それじゃあまず最初のステップですが、こんな感じです。できそうですか？ああ、どうだろう。まあなんとかとりあえずやってみるよ。それじゃあ音楽流しますよ。さあ行こうか。素人だよ。素人の動きには見えませんでしたけど。ってことはテンプの才能、ダンスの神様が舞い降りたのかも。どうだろう、カンフーの動きが応用できたのかもな。
上さんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。今日は本当にありがとうございました。お役に立てたようでよかったよ。あの、もしよかったら、これからも時々アドバイスをいただけますか？顧問の先生が全然部活に来てくれなくて、本当に困ってるんです。それに、八神さんならなんだか信頼できそうですし。ああ、たまになら。素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど。よろしくお願いします。八神さん、部室に戻りましょうか。ん？ああ。どう？ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな？そうですね。正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。ああ、なんかミスケン、めちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。おう、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的、なんとなく察しがついてきましたし。え、マジで？生徒を監視するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判、それらのピースを並べていくと、ぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。まあ、お仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが、とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの、顧問って？ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合、監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで、顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが、外部の方に部活を任せる以上、必要な手続きのようでして。監督役、へえ、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな？そこは大丈夫です。実は以前に理事長が、名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの？理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ、本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。ああ、こちらこそな。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか？私たちが追っているとある事件のことで、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が？ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして、その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。
うっす。みんなお疲れ。頑張ってるね。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になった矢上っていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。何です？三越芝って先生が教育実習で来てたでしょ、少し前、10月ぐらいに。ああ、三越芝さん。でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな。じゃあさ、どんな先生だった？いい人だったとか嫌なやつだったとか。嫌なやつだなんて全然。っていうか熱血な感じ。そうそう、ほとんど毎日ここに顔出してたよね。三越芝さんの代結構強かったんですよ。だから俺らにも動け動けって顧問より大きな声出して。じゃあ君らにも結構フレンドリーだった？そうっすね。あれ、そういや今日甲田たちは2年2組まだ来てないですね。マッツンとかアカネも。その子たちがどうかしたの？三越芝先生、2年の甲田って子がお気に入りだったんです。ん？なんだそれ。甲田さんなら少し知ってるよ。三越芝が気に入ってたっていうのはどういう意味で？すごく指導が厚かったんです。甲田は高校入ってからバスケ始めたんで。うちは部員ほとんど経験者なんです。だから高校から始める人はよっぽど運動神経良くないとついていけないっていうか。それで三越芝先生がよく甲田の面倒を見てくれてすごい助かってましたよ。へえ、本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただ甲田自身はどう思ってたか分かんないっす。ん？三越芝先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、結構いじりすぎかなってこともあって、みんなの前で甲田にシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。じゃあ三越芝は甲田さんを笑いもんにしてたってこと？まあ悪く言えば。でもそれも愛情表現みたいな。三越芝先生だったもんな、甲田のことをエロいエロい言い始めたの。ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。あの子胸でかいから。そうそう、だから三越芝先生が急に学校来なくなっちゃった時、2組の子たち噂してたもんね。甲田となんかあったんじゃんって。なんかあったって不適切な関係とか、それがバレて教育実習クビになったんじゃないかって。噂だけどなくもないって感じ？嘘。三越芝先生どこ熱血させてんの？やだウケるなるほど、それで甲田さんのことをエロ女って。あのもういいですか？甲田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ？それってよくあることなの？いえ、だいたいみんなこの時間には揃ってるはずなんですけど。さあ、まだ教室なんじゃね？話聞かせてくれてありがとな。よくわかったよ。
どこ見てんだ、こっちだろ。ねえバカじゃないの、どういうつもり。急にバスケ部辞めるなんて、あんたそんなこと言える身分。いきなり辞めたらお前の雑用誰がやんの。無責任って言葉知ってるか。あ、もしかして昼のことで調子に乗ってる。クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの。でも私、でもってだから何なんだよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの。絶対許さないよ。許さないってどう許さないんだ。てめえまだいたのかよ、不審者。皆さんご覧ください、不審者です。学校の教室に不審者が現れました。清涼高校ミステリー研究会外部指導員。はあ？理事長先生からご指名を受けてわざわざ外部からボランティアで来てる。八神探偵事務所の八神だ。え？まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんで、よろしく。俺らもう部活なんで。ああ知ってるよ。頑張ってな、マッツン。